社長、ここの家系やばいっすよ。ありがとうございます。どう、はい、上海で、はい、あの吉祥寺武蔵屋さんと一緒に出店してて、はい、でもう言うたら右も左もわからん、もうあの中国語もわからへん時から、はい、もうすごい2人で一生懸命頑張ってたんですね。なるほど。その時にあのこの家系の作り方を、まあ、特別に教えてもらって、あ、だから普通の炊き方じゃないので。そういうことですか。はい、本当に意識で家系なんですね。そうです、そうです。で、まあ、ここで一度現地で出した時にすごい評判が良かったので、はい、もう今こっちのレギュラーにして、はい、もうこっちのメインメニューになってます。最高でした社長。ほんま、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル。チャンネル登録お頼申します。京都へおいだすのミスター京都アキラ。本日は四条烏丸を北に上がって錦通りを西に来たところにやってきたんだけど、今日はラーメンです。京都の超有名ラーメン店、背脂の神さんの錦店、発生にしたいと思います。昨年ですね、年末に背脂の神さんの新店舗スラープさんのレセプションに招待していただいたんですけども、その時ね、背脂の神のシリーズをすると言ってたんですけども、ちょっとね、撮影依頼やら緊急事態宣言とか入ってきたんで、なかなか行けなかったんですけど、本日やってきましたよ、錦店。昨年オープンです。ほんでちょっとシリーズ化できるかどうかは分からへんけども、まあ、とりあえず本日は錦店初潜入して、あと4店舗あるんで、スラープさんも前はつけ麺を撮影してるんで、次はラーメンゆっくり回らせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで今から行ってくるぜ。ゴー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 リゴーリゴーレツ行ってきます。ということでね、背脂の神さんの錦店初潜入していきますよ。いや楽しみですね。すごいもう京都な感じでいいですね。これいいね。うん、今日はねここの人気のナンバーワンの家系行きたいな。家系とりあえず行ってくるわ。よっしゃ、ここではねいろんなあるんですけど、ここの人気は家系なんですよ。よっしゃ、家系デラックス行くぞ。ほんでライス、ライス勝者、ライス勝。150にしたらライスおかわり自由っすよ、これ。いいですね。これもうまいらしいよ。ということでやってみましたよ。背脂の神さんの錦店です。昨年オープンしたお店で、いい感じのね、もう結構とね町屋的なそういう感じの作りで、おしゃれなお店です。ほんでね、ここはね家系ラーメンが美味しいということで、本日は家系注文させていただきました。もちろん固いめ濃いめ多めです。はい、楽しみです。来たぞ、特製多いめ濃いめ固いめ来たぞ、すごいぞ、将来です。むっちゃうまそう、むっちゃうまそう。来ましたよ、特製の家系ラーメン。むっちゃうまそうやな、これ。なんかすごいモリモリですよ。うわー、もう背脂の神さんのね錦店はね、これが美味しいということで聞いてたんで、ご飯も注文しました。はい、スープ、うわー本格的やな、うまそう。じゃあいただいていきます。いやー、めっちゃうまそうな匂いしてるわ。なじみ、うん、
わ、うん、うまこれはうまいわ、濃厚かつね、もうこのね強烈な豚骨の香りがね、もう口の中に広がってね、ほんまマジびっくりしました、うまい、うん、どうもお気に入りでした、ありがとうございます、こういう目にしてよかった、ご飯が進む、はい、味玉入りですね、の、処理です、次何入れてたんです、醤油、醤油ね、唐揚げも一緒に、あの、煮込めたらいいわ、うまい、見てください、チャーシューもね、レアです、レアチャーシュー、うわー、うまそう、このチャーシューなんやねこれ、うますぎるで、これ歯ごたえもコリコリしてて、口の中でとろけて、最高だ、麺家系の短い極太麺ですよ、ただ2個の分2倍かな、1分そうそう、バキムじゃん、家系はねちょっとバキムしにくいやけどね、短いからとりあえずいきます、うまい、もちもち麺最高やわ、家系特有の麺、こちこてください、両方醤油です、よっしゃ、一味、一味とね、ニンニク投入します、バラのリスト、バラのリスト入れすぎ注意なんで、少し少しパラッと、いやこの家系ラーメン、ほんとびっくりした、もう京都でね、いろんな家系ラーメンいただいてますけど、もう正直に言います、一番うまい、一番マジで、これは皆さんね、ぜひね食べに来てください、ほんまにもびっくりした、もうほんまにね、香り豊かな豚骨がすごく口に広がる、美味しい家系ラーメン、うん、このチャーシューやばい、うん、このね、黒バラのり、これがね、また磯の香りがしね、この豚骨スープにね、持ち合うわ、ちょっとぶっちゅうまい、はい、はい、
今日社長が入ってるんですたまたまですよ、びっくりしました今日たまたま入ったらね、まさかの社長が入られてました。すみません、ありがとうございます。むちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。ジェマいやーうまかったね。濃いめやけどね、スープ完飲してしまいましたよ。いやほんまこのね、家系ラーメン皆さん一回ね食べに来てください。びっくりするわ。はい、むちゃくちゃうまかったです。ごちそうさまでした。むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日は背脂の神様の錦で初潜入しましたけど、まずびっくりしたのは社長がいらっしゃいました。びっくりしました。ほんまアポなしで行ったんで、はい、びっくりしましたけど、ほんまここの家系やばいな。家系やばい。これ家系見てください。ほんま京都でいろんな家系食ってきたけど、もうナンバーワンにうまかった。はい、ほんで他ね、背脂生姜とかこれが有名みたい。細つけ麺こんなんもあるんで、また来たいんですけども、この勢いでまたね、背脂の神あと3軒あるんで、ちょっと日にちは空くかもしれないですけど、続けさせてもらいます。背脂の神シリーズお届けさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ほんま大満足です。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆さん愛してます。おろしょ、うまかった。おろしょ。